はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。さあ本日なんですが、皆さんモンタージュドラゴンという史上最強の脳筋モンスターはご存知でしょうか。非常に短いテキストになってるんですが、めちゃくちゃわかりやすい脳筋モンスターでして、このカードは通常召喚ができねえと。手札からモンスター3体墓地を送った場合のみ特殊召喚できる攻撃力がハテナとなってます。でこのカードの攻撃力は墓地を送ったモンスターのレベル5の合計かける300ポイントになると。つまりレベルが高いモンスターを送れば送るほどやべえ盾になるんですね。レベル10のモンスターを3体送れば、30×300 で9000になると。まあそういう計算になるんですけども、まあ、このモンスター何と相性がいいかというと、レベルが高いモンスターしか入ってないようなデッキとすごい相性がいいんですよ。で今回このモンタージュドラゴンを活躍させるべく、何と組み合わせすればいいかなってなった時に、まあ、やっぱまず怪獣ですね。まあ、怪獣は非常に相性がいいと、あと磁界神です。はい、まあ、磁界神はもう単純に磁界神だけですごく強い効果がありますし、あの磁界神レベル10なんで、こいつはモンタージュドラゴンとめっちゃ相性がいいんですよ。なので、今回はあのゾーン式モンタージュとか意味わからんデッキでランクマーに駆け上がっていきたいなというふうに思ってますんで、早速ねデュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。悪くないぞ、悪くない。ニビル君がいるぞ隕石を降らして相手の動きを抑制し、ゴードンでカードを引き、そして、モンタージュワンキルする。見えたな、完全に見えた。ラメシアの撃来た。マジニビルが飛んねマジな、ニビルが飛んねえ。この勇者とかいうギミックマジでおかしいって。なんでそんなカード1枚発動するだけで棒が1枚構えられるの、おかしいだろ。おいもうやりすぎなんだよお前は。もうちょっとグリフォンライダーさん、ちょっとなんか狙ったしませんかね。なんか何でも無効的におかしいと思うんですよね。あの人どうにかしていただけませんかね。リュウエンさんも来た、いいだろう。リュウエンさん、なるほどな。これあれか、勇者総研か。勇者総研で相性いいのか。なんかバクヤとかの効果発動できなくて、なんかいまいちな気がするけど、そんなことない。なんか旅路の効果発動して、でこれでドラゴコバックを手札に加えて、でドラコバックを捨てながら、あれやな、あいつが出てくるやつやな。もうおかしいもんだ、ニビル通んなかったらおしまいなんだってば。ちょニビルケアするのやめてもらっていい。マジで絶対おかしい、このなんかニビルケアしながら展開できるの。何のためのニビルだよ何のためのニビルなんだよ。おいクソがよ、しょうがない、打つしかねえが。打ってまあ向こうに釣り効果使ってもらうしかねえもんなこれ。まあ隕石はまあいつ打ってもいいからまあ関係ねえけどよ、もう向こうにどうせされっからよ、どうせされんだから。まあ、とりあえずいっけ、アルマゲドン発動。隕石をギュイーン、隕石ギュイーン。はい、どっちかで無効にされますねこれ、当たり前に。どちらかで、はいはいはい、バロネス無効にされていく。そこまでは様式日、ここまでは様式日ですね。はい、でまずこっちの高校の手札要素を完全に無力化していくスタイル。手札要素の意味とは果たして、でそしてバロネス無効にできたため、一応なんとかなる可能性が出てきた。1枚妨害ですね今ね。はい、なんだっけ、グリフォンライダーのということはだ、どっちを通したいかによるんだが、さすがに全部っぱできた方が強いから、ゴードン打ってグリフォンライダーで無効にされて、怪獣自作過去自作自演、怪獣バトル大怪獣バトル過去自作自演をしていけばいいから、強欲で土曜がつぼを発動してこれを無効にしていただき、多分これ無効にしてくるよね。2枚ドローするんだからさすがに無効にするでしょこれ。11交換をしていく、 OK でグリフォンライダーの効果を発動し、自分がデッキに戻って、これで妨害ない、これで妨害ないから、もうちょっとモンタージュは今回できないが、もうしょうがないこれは。で、ですね、まず一旦だな、ラフィオンとかいうすげえやべえカードを召喚して、で、妨げられた怪獣、大怪獣バトル、大怪獣バトル過去自作自演をして、で、すべてのモンスターを破壊し、敵から怪獣モンスター、よし !OK! OK! で、ジーズキエル出して、で、相手のフィールド上にはガダラ出せ。はい。よし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 、これでなかったのやった。オッケー、ほんでだ、あとはですね、これでエクシスするかどうかなんですけど、普通に殴った方がいいかこれ。さすがに殴るよりもなんかゼウスが通った時のリターンがでかいから、ゼウスしよう。まずはグーサケマックスとかいうなんか棒を出して、で棒の効果で2000番、まずは
これちなみにですね、相手の、ね、モンスターがね、あのいないとね、ワンキル取れるんですけども、2000と6000で、まあ、モンスターがいるとちょっとワンキルは取れないんですが、まあ、とりあえずですね、ラフィオンを墓地に送りまして、2000バーンを当てていく。さあ、いけるか。ちなみに、あのアイテム性カード一応あるんで、あのケアするんだったら、あのなんだっけ、あのあいつがいいですね、スピリルドーラ、はい。で、ジャガーノートリーベでぶん殴っていきましょう。さあ、ジャガーノートリーベで6000でぶん殴っていくしかねえ。こっちのデッキはね、あのひたすら脳筋を極めてますんでね、モンタージュラゴン以外にもね、勝ち筋がいっぱい入ってますよ。で、ジャガーノートリーベの効果を発動するぜ。ジャガーノートリーベの効果によって、6000にして相手をぶん殴っていく。オーバーレイと1個使って、このカードは攻撃力が2000ポイントアップし、相手のモンスターに、素材の数、プラス1回攻撃できるぜ。うわードーン、よし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 。あとお前のライフは2700、そして俺はメイン2に移行するぜ。そしてエキシーズモンスターが戦闘からためゼウスを出せるぜ。神、まさに神。オッケー。でこれで相手のターン妨害を残すこともできた。完全に勝ったな。よし、モンタージュラゴンが活躍しないぞ。大丈夫か。モンタージュどこ行ったマジで。まあ、でも一応ね、墓地に、あれ落ちてるんで、サマタケ落ちてるんで、まあ、一応怪獣持ってこれますから、まあ、一応一枚なんか、モンスターを引ければ多分なんとかなると思う、はい。で旅路の効果として、ラメシアの木を持ってこれるやつ持ってくる、はい。で、水使い墓地送る。で水使いからの勇者トークン蘇生ですかね、生成ですかね。水使いからのラメシアのギーでからのチェーンはしない。これまあ一回出てきたから考えましょうか。まあ多分そんなにいっぱい入ってないと思うから、アラメシアのギー発動して勇者トークン出てきて、で多分ドラッコバックが装備されないので、まあ、この次のモンスター出てきた瞬間になんか墓地送ればいいんじゃないかと思うんだけど。さあ、アラメシアのギーの効果によりトークンが出てくる。 OK、 いいだろう。さあモンスターを召喚でもするか。アナコンディング出てきたら、ベッシュだ、まずい。それは予想外だったぜ、ま、予想すべきだったよな。まあいいや。でこれ使わせたと見よう。でこれで相手のフィールドのカードを全て墓地に送る。墓荒何、まあ、まあでも墓荒来ませんからね、言うてそんなにこのデッキ手札誘発入ってないんで。墓地でもあんまりカードいけませんし、うぜえこの煽り、うざこの魚の指名者のマジで。あと手札1枚なんだろうな、手札1枚から6800削り切れるの無理だろ。アシュナ、なるほど、アシュナ1枚からなんか双剣って出てこれます、無理ですよね。自分の家にこのこれを1体で転移出して、こいつが除外されるとなんかやばいこと起きるけど、これトークンが出る。デッキからアシュナ以外の転移モンスターを特殊召喚する。特殊召喚する。これ特殊召喚するだけですよね。待って、これでさ、こっから展開されたらさすがにやばいよ。さすがにやばい。これでもこれチャンスだ。逆に言うとこれ攻撃力1000が立ってるから、これ攻撃力1000をあのモンタージュチャンス。全力モンタージュ、来たかもしれない。これに関しては来た、モンタージュチャンス出た、大モンタージュチャンス到来。カミオン来たぞ。これはさすがにモンタージュだけなかったかじゃん。妨げられた怪獣の眠りを発動するぜ。妨げられた怪獣の眠りの効果によってカードを除外して、で怪獣を持ってくるぜ。そして手札のモンスター全て墓地の送り、史上最強モンスター爆誕させるぜ。カミオンとジズキエルとミコを墓地送って、行けモンタージュドラゴン。うわおりゃ。対戦ありがとうございました。このデッキさ、モンタージュ引けないとただの自回収になるんだよね。怪獣自回収みたいな。でもさ、普通にこれ使ってて思ったけど、怪獣自回収普通に強いよね、ギミックとしては。なんか割となんかバカにできない強さがあるね。結構強いね、割とギミック的には。まあランク10もできるしね。まあレイスター召喚のあのメルカバーは普通にやばいけどね。まあでもこういうモンスター1体とかであれば、別に怪獣でポイってやれば
まあ、あのいくらでも処理できるんで、まあ、全然。あとね、これ、ね、3ライオンっていうモンスターね、4000あるから打点が、まあ、大体のモンスターセンター突破できるんだよね。これがめっちゃ強い。アルティミス効果発動しないから、ほとんどその効果無効にしてるみたいなモンスターでも結局その3ライオン出して殴ればいいっていう話がありまして、なんかその3ライオンが4000あるから適当に出してぶん殴ってから考えればいいから、ああこれが一番強いですね。はい、でエルシャドールフュージョンからのエルシャドールネフィリム、シャドール召喚獣ですか。シャドールも ね、 あのね使ったことないから分かんないんだけど、すごい強いよねこのデッキもね。あのちょっと今度触ってみます。あの触ってない環境デッキシリーズはね、大体動画にして、まあ、自分の勉強のためにあの動画にしていこうとは思っていますんで、まあ、あと残ってるのはシャドール、サンダードラゴンあたりはまだ使ってないですね。はい、あの辺、あと戦闘機とかあの辺ちょっとまだやってないんで、まあ、それをちょっと触っていこうかなと思ってるんですけども、グラビティコントローラーとかいうヤバすぎるカードによって、こいつ、もしかしてさ、こいつこれはモンタージュでぶん殴ったらいけるぞ。これモンタージュぶん殴りが効く。ちょっと頼むマジで。え、このモンタージュぶん殴りマジでこいつ殴ったら勝てるよ多分。あ、でもあれか、シャドールってあれか、あのこいつ有効さえできるのかいや、ワンチャンね、あれなんだよね、そのこういうね、クソラコモンスターが棒立ちしてると、なんかモンタージュポン出しでぶん殴ったら勝てるみたいな話だから。はい、で魔術効果を発動して回収しながら、メルカバーんーと立ってて、で回収して、でさらに、シャドールクセットしてエンドですね。 OK、 だからミドラーシュが出てくるかもしれないし、なんかネフィルみたいなやつが出てくるかもしれないみたいな感じでね、シャドールのなんか融合しようかあんま分かんないけど、とりあえず僕はここでモンタージュを引けなかったので、魂で次回新ビートをしていくしかない。これは一回ちょっとあのメルカバーにはちょっとどいてもらうしかないね。メルカバーはどいてもらわないと無効にされちゃうから、次回心の効果無効になるとちょっといろいろとめんどくさいから、これでだな。まず何が一番強いかというと、さすがにこの盤面ではメタイオンじゃないか。一旦守備表示で特殊して、で次回ミコ効果発動する、リリースすると、まあ、一応ミドラッシュしてこようとしたら、もう更新カレーモンスターだぞ。ここではチェンジしない、あーねまあまあまあ、うらら打たせたと思う。これはうらら打たせました。でまだ召喚剣僕使ってませんので、手だからモンスターを展開することはできますと。まあメタイオンでしょうかね。メタイオンを出しましょう。メタイオンで、相手のまあ、あの盤面を処理していくスタイル。ちなみにガダラ持ってくるぞこれで。メタイオンはバトルを、行ったバトルフィールド終了時、ヘッドの全てのモンスターをバウンスすることができます。行けメタイオンさん、うおーで、メイン2メタイオンの効果、相手のフィールドのモンスターを全て手札に戻す。これによってガダーラ持ってくる。よし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 、いいぞ。これが最強の展開。まあ、一応更新カセットしてない。これでエンドだ。さあかかってきやがれ。メタイオンさんを突破することはできるかな。こいつは戦闘効果では破壊されない。つまり相手のなんかあのなんか効果で破壊するみたいなモンスターとかは効かない一切。ちなみに効果無効系は全部効く。さあシャドウルークを発動してくるか。なるほど、いいだろう。シャドウルークの効果によって、墓地のモンスターまたフィールドのモンスターをゲームから除外することにより融合召喚を行える。なるほど。エリアルとネフィリムでこれ何が出てくる。アップカローネ、アップカローネさんは効果無効でしたっけこれ。あー効果無効ですね。あーメタイオンさん逃げてメタイオンさんちょっと逃げよう。メタイオンさんちょっと危ない。君攻撃力ゼロが棒立ち、危ない非常に。いや召喚魔術もさせた、まずい。これはメルカバーも飛んでくるぞ。非常にまずいぞ。メルカバーさん逃げてメルカバーさんじゃねえや、アナコンダ。何ベルディアナコンダだと。でアップカローネ効果で、あまたシャドウを回収できるって やつか。やばい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 、待って、デストロイフェネックスから飛んでくるのこれ。やば、墓地融合とか永続トラップで墓地融合するのやめなさい。マジでおかしいだろ、マジでネクロフュージョンに謝れ。マジでおかしいってこのカード絶対に。これ待って、ベルティアナコンダ君でさ、デスペにも出てきて、これ召喚魔術でメルカマンも出てくるみたいな感じ。これおかしいよ、これ絶対におかしい。100億%。これガダーラで1枚ショってなんか起きるのかな。でメルカバー飛んでくる。まあでも戦闘効果高いせいなんか、デスフェにはそんなに困らないですね。次回新ギミック自体はね。まあメルカバーはちょっと効果無効にしてるかめんどくさいけども、
アレイサーもめんどくさいけども、とりあえず次回神だけはなんとかデスペには買わせる。で一体対象ちょっと闇属性にしていく。なるほど。なんか超融合でも入ってんのこれ。超融合は効くぞ普通に。これは湧きされる、まさか8000削り合いみたいな話ある。アレイスターめっちゃ持ってないで無理だよね。言うてこの効果使うんだったらもうこのこれ以外では出せない。あ、フュージョンデスティニーか、オッケー。フュージョンデスティニーからのデストロフェニックスが出てくる。いや、ワンキル、え、これマジアレイスター3枚くらいあればワンキル取られるな。アレイスター3枚ぶん投げるのだけ本当にやめて。デストロフェニックスがもう本当に許容するから、ちょっと頼むマジで。それはぶん投げられるのはいいわな、それはまあいいわな。で500ダメージ入るわな。で2500、5000だろ、5000入るか2500。マジでアレイスター3枚ぶん投げられたら死ぬ。ちょっとマジでやめて、本当にそういう札は聞いてない。あ、大丈夫かな、大丈夫そうな気がする。いや、まだわかんねえか。アレイスターやめろ。あ、オッケー、耐えた耐えたでかい、耐えたらでかい。いや、耐えたらあると。まだわからん。言うて次回神はなかなかね、あの生命力が強いですからね。ここはモンタージュ来た来たけど破壊されるんだよ。マジでデス1枚足んねえ。これモンスターだったらな、高進化がなんかしょってからモンタージュでぶん殴って勝っちゃったんだけどな。ちょデスに邪魔すぎる、マジでふざけんな、あのクソモンスター。まあ一応ね、あれですね、あのしょってから考えましょう。あのモンスターはちょっとモンタージュ君にはちょっと今回お休みしていただいて、まあ一旦ぶん殴りに行くしかないな。とりあえずメタイオン君は戦闘効果で破壊されないため、相手のフィールドモンスターを一方的に破壊することができる。いけ3対4。ちなみにこのモンスターで発生するダメージがね、あの戦闘ダメージがゼロになるっていう効果があるんですが、そしてこれで更新化によって、ミチオン君の効果で、半分マンと2000番マンがいますんで、削りきれないですけどかなりライフを詰めることができます。でこれでミチオン君も戦闘効果で破壊されないため、これで、ライフ半分マンと、ダメージ2000万が、の効果が入って、でこれでだ2700の2000万、あとライフポイント700相手の。そう惜しかったな。そしてメイン2、相手のデスフェニーは1回処らしてもらうぜ。お前がいるとグスタクマックスができないからな。これグスタクマックス、これさミドラーシュさ飛んできた時にさ、でもさ待って、これさ、これ買ったんじゃね。これミドラーシュってさ出てきた後に特殊召喚が1回しかできないよっていう効果ですよね。これあれ、これこの後僕グスタクマックスできますよね。はいはい。でアナコンダと、あれあれ、これ勝ったんじゃないのこれ。あれあれあてめえのライフはあと残り700だぞ。この効果止められるもんだ、止めてみな。行け超ド級砲塔列車グスタフマックス、効果発動するぜ。グスタフマックスの効果発動、うわー、てめえのライフに2000ポイントの大ダメージ、うわー最強ーモンタージュ君。今回一回お休みで、おーミセラから展開してくるスタイル、なるほどね。はいはい、恐竜、まあ恐竜ムーブ自体は多分もうなんか見ててもしゃあないレベルのなんかスーパー先行制圧みたいなことしてくると思うんで、ちょっと一応ちょっとだけ見て、サレンダーするのが濃厚ですもんね。わからんな、なんか意味不明モンスターのバリケードビルが出てきた。やべえ、これバリダドンじゃんこれ。あ、出た、バリダドン来た。やべえ、そこそこ意味わかんねえ盤面になってんな。デュアレス残ってきたけど、これいいのか、謎にバレルロードサベージ使っちゃうの、バイファムート、え。バイファムートできたけど、やば、バイファムートさんなんかあれですよね、シンクロモンスター中南プラス中南以下のモンスター一対称で、ホワイトオーラモンスターのなんか最上位みたいなやつですよね。効果いまいちよく知らんけど、あんま妨害効果ない、妨害効果ないんだよね、あれ。ギブアンドテイク、はあ、ギブアンドテイク、ヤジロベーダー、誰やお前マジで、誰やねんモンスター来た。自分のメインフェーズでこのカードを使用しない水物に移動すると、はいはいはい、で召喚特殊化されるためにその相手モンスターの
状態はこのカードこんなの立ってる場合、その相手モンスターに近づくようにメインモンスターゾーンで移動する。その後移動したカードと立てるのカードを破壊する。なるほど。どういうこと？ホワイトオーラーバイファム、いった。ホワイトオーラーバイファム、あ、ヤジロベーダー、わからん、なんだこれ。どういうこと？誰これ？アイスバーグ、誰やねんお前。君は何するまん。君の他のモンスターが相手モンスターと攻撃、また相手の攻撃がされるたびに600ライフのダメージを与える。あ、これで破壊されると600ダメージ。はい。で、これ無限ループ発生してる、もしかして。あれ、どういう状態。これ待って、バイファムート君のさ、蘇生条件ってなんだっけ。バイファムート君は、あ、違う、バイファムート君は、お前じゃねえわ、お前じゃなくて、バイファムート君は、トークンが存在していれば破壊されたら特殊ができる。なるほど。これもしかして、これ僕無限600バーンくらって死にます。無限600バーンくらって死にやってるんですか、もしかして。なんだこの謎最強デッキ。おい、石膏ワンキルされたんだけど。